北マケドニアのユーロビジョンソングコンテストでは、北、マケドニアにおける、ユーロビジョンソングコンテストについて述べる。北マケドニアは、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国の故障で、ユーロビジョンソングコンテストに参加している。北マケドニアは、ユーロビジョンソングコンテスト1998で、大会に初出場したが、ユーロビジョンソングコンテスト1996でも、予選に参加している。 参加したのはカリオピのサモティであったが決勝に進むことはできなかった。北、マケドニアが最高の順位につけたのはイスラエルのテルアビブで開かれたユーロビジョンソングコンテスト2019であり、タマラとデフスカがプラウドを対決勝で7位となった。2008年までの間、翌年大会で自動的に決勝進出が決まる10位以内に進むことは一度も、 なかったが、ユーロビジョンソングコンテスト2008を除いて1998年以降、すべて決勝進出を決めている。2008年大会に参加したのは、タマラ・トデフスカ、ブルチャク、アドリアン・ガジャの3人で、彼らは準決勝では電話投票で10番目となった。決勝に進出できる10組のうち、最後の1組は電話投票ではなく、審査員の推薦によって選ばれる。 この時審査員がスウェーデンを選んだため、彼らは決勝進出を果たすことができなかった。それ以降、2019年までに決勝に進出したのは2012年と2019年の二度のみで、ある。マケドニア国営放送がこの大会を放送し、大会に参加する北マケドニア代表は、マケドニア国営放送のスコピエフェストによって選ばれる。財政難のために、スコピエフェストは、 たびたび中断されており、そのため2004年から2007年までは、マケドニア代表は、スコピエフェストの枠外にて選ばれている。北、マケドニアが1991年に独立を宣言する前、マケドニアはユーゴスラビア社会主義連邦共和国の構成国、マケドニア社会主義共和国であり、他のユーゴスラビア構成諸国と共に、ユーゴビジアと呼ばれる。 ユーゴスラビア国内選考に参加していた。また、マケドニアの作曲者たちは他のユーゴスラビア諸国の代表の曲を制作してきた。しかし、マケドニアからはユーゴスラビア代表としてユーロビジョンに参加することはできなかった。1980年にはマケドニア代表のマヤ・オジャクリエフスカがユーゴスラビアの国内選考で優勝したものの、この年ユーゴスラビアは ユーロビジョンソングコンテスト1982は参加しなかった。カロリーナ・ゴチェバ、ヘルシンキの2007年大会にて、タマラ・トデフスカ、ブルチャク、アドリアン・ガジャ、ベオグラードの2008年大会にて、北、マケドニアから高得点が送られた国々、北、マケドニアに高得点を送った国々、中、得点の合計は、決勝の時のもののみであり、準決勝のものは含まない。 ありがとうございます。